まずはイーグルスの先発永井。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。インコース決めてきた。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。打った、レフトが取りました。バッターは2番に入っている鈴木。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー永井、そしてキャッチャーは太田。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。いいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライクです。いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。見逃して三振になります。バッターは3番中村。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。力のあるまっすぐですね。はい、低めにストレートが決まっています。ファウルになります。打ちました。セカンドゴロ。浅村一塁アウト、スリーアウト。2回の表、追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスには指名打者の井上。最初は変化球できました。ストライクです。インコース打ちました。いい当たり。これは三遊間抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは5番マーティン。ヒットでランナーを一塁に置いています。惜しいボールでしたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。打ちました。ピッチャーゴロです。二塁送球、二塁アウト。